マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、村上です。ゲストです。マジカルラブリーです。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしています。お願いします。なんか昼もいませんでした、この建物に。私たちなんかね、いました。今日の出来事、今日ですね、多分ね。あれなんだ、いつだ、12時間ぐらい前ですか。そうですね、13時間前ですか。いましたよね、ここに。おお、いすぎですね。好きですよね、本当に。でちょっとどっか寄ってまたここ戻ってきてって、ね、はい、そうなんですよ。好きなんですよ。どんだけいるんですかね。嬉しいな。荷物置いてあるんですよね、僕らの荷物置き場が。ロッカーみたいなのあるんですよね。あるんですよ。置いてきゃよかったな。あなた家帰ったんじゃないですか。家というか、その天井に、天井の部屋にいて、13時間待ってまた降りてきた感じですかね。あの上から降りてきたんですよね、今日はね。入りはそこからですもんね。はい、虹入りだって聞いたんで。入っていたのか、もう虹入りだって聞いたんで降りてきました。自分の部屋で休んでたということですけどもね。こちらはもう我々の番組ですからも、本当になんかやっぱ本気出して昼たまに来るじゃん、はい、なんかで全然違うよな、雰囲気。そうですね、いませんね、この誰もここにいる人たちは。昼の寝てるんですか、まだ。その時はまだ寝てるんですか、皆さんは。上で仕事をしている。はあ、好きですね、この建物が。そうですか、みんなこの建物好きなんだな。本当にこの建物にとにかくいたい人たちだから。なんかさ、その、この建物の周辺もさ、人がなんかすごい華やか、あ、そういえばここって、そうだ、都心だって、ね、いや、そうでもど真ん中ですよ。ど真ん中だなって思うね、本当ですよ。夜中来るとさ、もうなんだこの街はって思うんだよな。人もいないし、人もいないし、暗いし、もう何もないし、と思うけどね。ちゃんとカフェとかやってるからね。ね、あの時間ね、オープンテラスみたいなところでさ、あの時間いいよね。いい場所なんだよ、ここ。いや、相当いいです。忘れてるよね、うん。夜中ばっか来ると。で、この打ち合わせ終わってからさ、その30分ぐらいあるからね。昼だったらちょっと外に出ようかなって思うけどね。全く思わないけどもね、やっぱね。ずっと喫煙所でタバコ吸って、本当におかしくないそうですよ、本当。煙吸う機械がブーンってなってなって、ナイナイさんのオールナイトがその聞こえないけども、ブーンで、でも聞きたいしみたいな。年末のなんか疲れが出てますか。疲れ出てますね。だから声がね、やっぱおかしくなってきてるんですよね。たくさん喋るとやっぱり、まあ、喉は本当に消耗品ですね。ブレるんで、今日はまあ、ブレもしないから、今日のテーマ、ゲストのテーマとブレちゃうんでね、あんま僕らも今日元気出さなきゃいけないんですけど。いやいや、いいんです。我々も、ね、ブレる日なんですよ、今日。我々もでいいんですよ、全然それは。さあ、野田さんがね、もうあれですよ、ザ・ダブルやってましたね。やってましたね。やってましたね。ザ・ダブね。ザ・ダブ。ザ・ダブをやってましたね。優勝、紅生姜っていうことになりましたけども。やってましたね。もう、すごかったですか、受けの方は。いやー。紅生姜は。すごかったよ。大暴れだよ。大暴れ。紅生姜なんてもう。すごいですね。もう、誰がどう見ても、納得の。そうですね。まあ、でも接戦でしたけどね。ああ、そうですか。あれやっぱちょっとその2位みたいなのはちょっと分かりにくいですよね。2位は分かるのか。2位はね、エルフだったんですけど、なんかこう、予選の段階のランキングみたいなのちょっと見えづらいですよね、倒していく形式だからね。白木さんは何位だったんですか、結局。え、白木さん失格になってるんですか。じゃなかったでしたっけ。失格になってるんでしたっけ。なんか一回勝ったように見えたんですけど。あ、ですか。はい。なんかわかんないですけど、一回勝ったように見えたんですけど。ゴールしないと思います。はい、競馬でいう、落馬みたいな。落馬みたいな状態になってたと思います。確かで、落馬同士だったから、ってことですか。便宜上どっちかにしなきゃいけない。どっちかにしようみたいな、順位はしようみたいな感じになったんじゃなかったでしたっけ。面白かったですね。やっぱ白木さんはすごいですね、あの方。白木さんはすごい、あの人は。とんでもないですね。何があってここまで来たんだろうって思う。
ね、M1 でもありましたけど、君たちどうやってここまで上がってきたんやっていう幻のセリフありましたけど、はい、我々ですよ、それ言われたの。そうですよね、幻のセリフありましたけど、我々が言われた、浴びせかけられたんですよ、あれをその、うん、僕が言いそうになりました、ね、あんなに辛かったのに、君たちどうやって上がってきたんや君はどうやって上がってきたの、白石さんどうやってここまで上がってきたんですか言いそうじゃないでした、ちょっとニュアンス違いますけどね、本当褒め言葉、好みであったんですよね、スーパー褒め言葉ですけどね、好みです、どうやって上がってきたんや、そうです、はい、大好きです、笑いました、どうやって上がってきたんや君面白かったな、白木さんは本当に、あれなん、ね、なんか普通に会うと本当に、ま、真面目な方というかね、結構そのちゃんとまともな おばさんじゃないですか、まともなおばさんっていうかもう普通のおばさん、本当にまともとかっていうかもう普通の、うん、本当に普通、その普通のおばちゃん、うん、なんであの感じのことをやろうと思うんだろうな、どこでどうやってネタを作ってさ、うん、あれをやろうってなってるんだろうとか、角刈りスタートでいいのかな、角刈りにしちゃおうからなんですかあれ、うん、分からんけどその、うん、多分その 2,3 人にしか見せてないよあれ、多分あのネタ多分もそうお客さんの前、いやいや叩いて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 直して直して決勝臨んでますよ、直ってない、直ってない、仕上げに仕上げてその来てますよ決勝に、いや多分もう、うん、その一回も見せずに死んでたじゃないあれも。違うですよ。準決勝では多分やってると思いますよ。やってないんですか準決勝であれを。急に決勝であれをやりだしたってことですか。スタッフさんにも秘密で。じゃなきゃ意味が分かんないですもん。何ですかあんなに訪れて。どういうつもりであのそこにいたのか分かんない。そう仕上げたんじゃないですか。ずれたように見えるように考え抜いた末ね、考え抜いた末に何かそうそういう風に見えた、隙だらけに見せたんじゃないですか、でまあ、 私はもうテレビで普通に見てましたら音声トラブルねちょっとありましたよね、うん、まあ、僕もだってそうか分かんない、ね、むしろ現場にいる人の方が分かんないです、うん、分かんない、そうあったんですよ、でスパイクのネタが冒頭9秒ぐらいか、うん、テレビでは聞こえなかったんですけど、で早かったです、対応が、対応早かったです ね、国民投票取りやめになってすごいですよね、あの対応力というかスピーディーでしたね、本当ですよね、 なんかあの色のついた紙も持ってましたよね、はい、もうあれを全員に渡してました、うん、早いですよね、大急ぎでやるのがこれを、一旦配ろう、一旦配れってなったってことですね、で大急ぎで配って、はい、うん、すごいですよね、まあ、結局使わなかったけども、まあでもすごい対応力っていうかね、うん、そうだよね、もう2案ぐらい出した、2案3案ぐらいあったってことだよね、多分ね、あの音声トラブルに対するあれが、うん、本当に上の方の人でね、一人でもぼっとしてるやつがいたらもう国民投票やってたかもしれないですからね、何どうなったの何 どうなってた分かんないよ、もう いたから、やっちゃおうやっちゃおうっていう可能性ありましたから、うん、まあ、その音声トラブルに気づけたのすごいけどね、まずね、ちゃんと、そうね、俺は現場にいたから分かんないけど、うん、どうなってたの、誰が気づくんだろうね、ああいうの、うん、テレビなんかクレームも入ったりするのかな、音聞こえなかったよとか、うん、まあでも多分ちゃんと放送できてるかをチェックしてる人ももちろんいるんじゃないですか、うん、うん、生放送だからね、あとやっぱそのさ、うん、審査は、はい、ザ・ W の場合はさ、うん、まあ、1-0なんですよ、票が点数持ってないんですよ、こっちね、1点か0点かじゃないですか、どっちが面白かったかですよね、だからどうしてもその今回はね、うん、多分その0他全員みたいなパターンが多かったのかな、あ、そうだったね、うん、うん、割れなかったっていうか、でもそのこっちとしてはさ、うん、そんなに点数離れてないよっていうことを言いたいわ、ね、言いたいね、そのこっちとしてはまあそうなったけど、うん、別にその結果的にそうだけども、まあ、割れてるよ、まあ、全然って、こっちでは一人一人の審査員はめちゃめちゃ今回なんて特に51対49の可能性もあるってことですね、51対49が相当続いてたけども、はい、51対49でどんとたまたまその全票入っちゃってるだけでってことですね、だけで別にそんなに離れてないから、そのなんかあの長がさ舞う時さ、うん、後半早いのよ、ふわ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 って、はいはい、そんないよって、その、まあ、その決まってからはでしょ、決まってからはこう早くふわふわふわってもう圧勝でしたみたいなのが、はいはい、そんなことない、うんうん、そう悩んでいる、悩ん全員悩んでる、本当にじゃあ僅差だったってことですね、そのエアハムスターとあの角刈りは、あれはもう別にないです、僕資格にしませんでした両方ですか、出ましたっけ点数、腸が一丁飛ばなかった、腸外行ったんやろ、腸どっか飛んでった別のとこ飛んできませんでしたっけ
いやそんなことないです。はい、いえいえ決まってました、ちゃんと白木さんに。いろんな要素があったからね、なんかその1年目の春風に次ぐとかさ、あ、いやすごかったです、ね、1年目であんなに仕上げた漫才作られた漫才と、コンビっていうみたいと、マヤンツのギャグ、はいはい、ギャグラレッツの、はい、どう審査しろっていうことですからね。あれ難しいですよね。難しいですよね、本当に。まあでも、まあ、立派にね、審査員やられてましたから。ああ、まあね、やってましたよ。素晴らしかったんじゃないですか。で、R1 もやってますよね。そうす。じゃあもう、M1 もじゃあやるんですかね、そろそろ。いや、その、コンプリートしたわけじゃないから、俺。審査員コンプリート、審査員完全制覇を今目指して頑張られてるわけですから、まあキングオブコントがやっぱ最後になるのかな、言われるからいけるんですかね、優勝してなくても審査員、他での審査員が評価されて、キングオブコントもやれちゃうっていうパターンはなって、はい、その場合そのどうなるんですか、僕らが出る場合は決勝にだネタやって戻っ て, 戻 って, って点数自分に100点つけて面白いですとか言って他ゼロ点にして他ゼロ点で、まあ、まあ考えてみたら他、別にその年だけ優勝するやんやから、いやそういうことですよ ね, ね、でそれ目指してみる、あなたが審査員にいたら僕らがキングオブコント出るときはすごく有利になるわけですから、それは頑張っていただきたいですね、完全制覇有利っていうかもう勝ち確よ悪いけどそんなに俺ももう勝ちゃいいんだから本当に一人でも 100-0 で点差つけたらもう勝ちますから、ね、勝ちますから無理ですよそれは無理ですよ、それでもいいです、だってそこまでいけたっていうことですから、審査員に慣れてるやつが出てるって別にいいですよね、あってもそんなことが、あの審査員の方たちだって出ようと思えば出れるわけですよね、そうですよそうですよね、キングオブコントはいつまででも出れるんだから、大丈夫ですか皆さんね、そっちのルートでいきましょう、だから、はい、すごいザ・ W もあれはもう信頼して審査員任せてもらってますけど、はい、僕がその日だけなんかすっごいなんかいろんなことあって、知らない知らない知らないっつってもう、100-0 100-0 100-0みたいなことをするやつだったらどうするんですか ね, いやだからそれをやらない男でしょって皆さんが思ってくれてるってことですから、ですよ、ね、はい、だからそのやるのはキングオブコントまで取っといてください、そこまで、ね、あこいつやっぱやるやつだったなって一回は許される、一回は許されるっていうか止めれないじゃないですか、止めれないし、はい、それで他全部審査になくなっても、はい、もうそれで優勝すりゃいいんだから、最後でいいんですそれは確かに、ね、最後の一回に取っといてください、だからそれまでちょっと真面目に審査していただきたいですね、その、はい、ずっと僕はあれですか、はい、あの決勝最終決戦上がったようなマントみたいなずっと捨てながら審査してるみたいな、もちろんですよ、だって次のネタバレじゃん、うん、っていうかあと準決の審査員もやってほしいです、あ確かにね、準決の審査員やってくれたら本当に毎回そこはもうスルー生きていけるんで、準々と準の審査員あれは、ね、慣れないですかね、芸人は、あんま聞いたことないですね、芸人がやってるっていうのは、 R1 とかね前やってたみたいだけどね、あ芸人がやってたんですか、審査とか、あらあそうなんですね、あ可能性じゃありますね、そうですね、うん、その言われるから、何がですか、拡散審査すると、何がですか、 あっちゃんにえ、あっちゃんが言う、あっちゃんに怒られるから、なんか言ったんでしたっけ、松本さんに言ってたから、中田さんですよね、中田のあっちゃんが、あっちゃんが、うん、そう言うから、審査たくさんするとね、うん、俺もでもあっちゃん俺もさ、なんかが集中してると、もうそんな俺も分からんから、あっちゃん、じゃあ一回話そう、あっちゃんいやまだ早いです、あっちゃんっていう、まだ早いです話すのは、もし俺がなんかそういうことがあった時に、はい動画上げようってなったら、動画上げる前言ってっていう一回、一回話そう、話してから、それでも納得がいかない場合は動画で行きましょうってことですね、そうですね、まだ会話の必要はないですね、まだ大丈夫です、まだ大丈夫ですね、そこまで集中はしてないですね、しないです僕には、R1 とザ・ W、 ザ・W なんで、なんだろうな、全国賞レース、そのビッグタイトル的なやつは4個ですか、あれザ・ W、 R1、M1、キングオブコント、4、まあ、全国放送的なもので言っては4かな、そうまあまあ、ね、その大阪の大会とかあるけど、まあまああるけども、まあ、その東京でやってる全国のやつ、そうだね、4のうちの2はもう集中に近いんじゃないですかこれ、まあ来ますよそのうち電話、野田さんっつって、うん、動画上げていいですか
もう撮ったんで。あっちゃん、いや違うの、もう撮りました、あっちゃん、はい、もう皆さん分からんよ、撮りましたもう、はい、あっちゃんさ、おかしいっすよ、あ田さん思い出したよ、あの時 M1 一緒に落ちてさ、は知らねえ、覚えてねえ、あっちゃんは、ほら終わりだよ、いろんなさあったじゃん、ねえよ終わりだよお前は。あっちゃんかっこいい、は何それ何それ、ねえあっちゃん本当に、じゃああげるんで。なんでなんだよ、あっちゃん性格変わったね、そんなんだって。うるせば、何があったね向こうで、シンガポールで終わりだよお前は、シンガポールでお前は終わり、何があったの向こうで、あっちゃん気をつけてください、話そう、話さないです、話してくれないです、話してくれ、話してくれません、あなたごとりと、はい、気をつけてください、3つ目行ったらもう来ますからね、来るか、電話ありますから、集中ですからそれは、あれ他にいないですか、2個やってる人います、まあそのやったりやんなかったりはあるんじゃない、まあそうか、陣内さんとか、ね、とか、まあ、うん、友近さんとかね、哲夫さんとか、ね、うん、R1 と THEW 審査はそう、まっちゃんそれやってないですからね、うん、うん、逆まっちゃんですかね、そうだ、まっちゃんでもその数は一緒ですよね、まあ、M1 とね、キングオブコント、うん、でそれでもそれでもう言われてるわけですから、うん、危ないですね、うん、だ逆に言うと、うん、そなんで言わないんだっていうことにもなってくる、考えてみたらね、いやだからその弱いからです、言ったね、影響が弱いからです、それ言ったね、大会に対して、あなたが弱いと言ったね、大会に対して あなたが弱いから、いや関係ないですよ、大会は関係ないんでね、大会は審査員やってるっていう立場と変わって同じ点数持ってるんで、審査員として影響力が弱いとされてるんですか、いやだって点数持ってるからね、点数は持ってるけども、その説得力というかね、一本と滑らないもやらないといけないです、じゃあその辺ですね、じゃああとは、一本と滑らないの審査、まあ、審査というか、まあそのチェアマンですよね、だから一本と滑らないじゃないやつのチェアマンですよ、一本と滑らない話はだって松本さんがやってるわけですから、野田芸大会と逆をやっていかなきゃいけないから、そうですよ、はい、やってないやつやっていかなきゃいけないから、野田芸大会とマッチョ系のクリスタルジム芸人バトルみたいなやつ、ね、するしかないか、危ないですよ、そこまでいったらもう危ないです、はい、集中になりますんで、はい、気をつけていただきたいですけどね、あともうちょっと本当悲しい、はい、お知らせですけどね、まあ、和牛さんが解散ですよ、これはもうちょっとね、言っとかなきゃというかね、みんなが気にするとトピックスですからね、これはね、ねえ、そこ分からないですよね、解散はね誰も止められないですからね、結局のところはね、コンビのすごいですよね、いや結構な額を稼ぎ出してたと思うんですよ、うん、それをこう捨てるほどっていうことですからね、うん、まあでもそのなんていうんですか、うん、なんか言い方的にさ、なんかいろんな記事でもさ、うん、こうなんていうんだろうな、失敗したみたいな書き方をするからさ、うん、あれだけども別に解散失敗じゃないからね、うん、むしろこれが前進することもあるわけだから、まあお二人ともね何かはやるでしょうからね、そうそう、吉本に残るっていうことも、アップデートされる可能性あるわけですから、はい、別にそれがこれが解散したことが失敗みたいな扱いしてることがもうなんか変な話だなって思いますよ、うんうん、もっと明るい方でね見ていただけたらってことですね、うん、どうなっていくのかお二人が、うん、その、うん、ポジティブに考えていくべきじゃないですか、うん、ファンもある種ね頑張ってと送り出した方がいいじゃないですか、いやそうですよね、やっぱりそういうねあのことをガンガン言って明るい
ね、業界にしたいという中でね、はい、うんうん、そのやっぱネガティブなことを非常に書かれる方が多いじゃないですか、はい、ネットにね、はい、うん、解散でやっぱりこうね、解散したことによってすごいこのいい方向にね行った方がいるわけですよ、やっぱあのコマンダンテのファニーさんとかね、やっぱり解散したから、うん、ああいう風にこのねファニーとしてこの華々しく今活動されてるわけですから、うん、誰ですかファニーってはい、コマンダンテのそうファニーですよ。誰ですかファニー。解散っていうのが本当に悪いっていうことじゃないのはそのファニーを見てれば分かるね。うん、ああいう道もあるだと、ブレンドね、再結成しろ石井ブレンド再結成しろ喫茶店使って石井ブレンドとファニーは再結成しろそれもなんか事情があるんですから、それはでもであとやってるんで本当にファニーと石ブレンドとして、うんうん、だからそのさ、はい、そのだからま、話戻るけど、はい、ツイッターでね、はい、いろんなネガティブなことを書くのは仕方ないんだけどさ、はいはいはい、それに紛れてね、うん、その他を落とすのやめようよっていうなるんですよ。他を落とすのをやめよう、うん、どういうことですか。僕が見たのではですね、誰が落とされたんでしょうか。2017は、うん、和牛が優勝するべきだった M1 ですか。 M1 グランプリ、うん、2017は和牛が優勝するべきだった。そういう意見もあるんじゃないですか。マジカルラブリーじゃないってうん、これごっちゃになってるんですけども、はい、2017は僕で最下位だったんですよ。そうそう、あの散々な目に遭ってるんですよ皆さん、思い出してください和牛さん情報が入り乱れてまして、はい、うん、あの年は僕さんが最下位で、うん、で和牛はまあ、他の人に負けたっていう感じなんて僕ら関係ないし、あとこれもそのマジカルラブリーがおかしくさせたんだ、和牛のような漫才が優勝できなくなったとか、僕らのせいで和牛さんがもう本当に解散みたいなところに追い込まれたってことですか。マジカルラブリーのせいだ、マジカルラブリーですら頑張っているのに、ヒルナンデスはマジカルラブリーじゃなくて和牛が良かった、ね、和牛さんの後僕らですからね、まあ、和牛の時の方が花があった。いろんなその感いろんな話さオードリーさんまだいましたしね、うん、まあ、オードリーさんは和牛がいた時の方が楽しそうだったあのさ、僕も一個見たんですけど、うん、2020年 M1 2020 は和牛が出てたら和牛が優勝だったって書いてありました。そのもう何にも関係のないじゃないですか。あんまさそのやめようよ。ごめん悪かったよ。俺らが悪かった。いや、それ申し訳ない。俺らが悪かった。本当に辛い気持ちにさせてた。僕は本当に僕たちは本当にあのできるだけ多くの方を笑顔にさせたいと思ってるんですよ。でもやっぱりその和牛さんのファンの方がね、そんな悲しい思いしてると思わなかった。いろんな優勝できなかったね、はい、漫才師が解散するために僕らが叩かれる可能性出てくるわけですよ。そうですよ。あんま俺らも人だから。一枠。あんまそんな言うなよっていう。そんなさ、俺らだって悲しいよ和牛が解散すると。それはそうですよ。同じ気持ちじゃ、同志じゃん、ファンの方と俺も。うん、そうだよ。うん、和牛さんのこと好きだったよ、うん、そうそう、どうしようさ、その落とさなくてもいいじゃないですか、いちいち、うーん、お前たちも悪いぜ、じゃあもう、そうっていうことは、みんなが悪いよ、じゃあもう、みんなが悪いよ、うん、僕らも悪い、みんながちょっとずつ悪いでいいじゃん、もうそれは、うん、そのあんまり和牛さんは悪くないっていうことでいいじゃないですか、もう他をさ、うん、叩かずさ、うん、あの、もう明るく送り出すだけでいいじゃないですか。うん、全員傷つけようとしなくても、うん、申し訳なかった申し訳なかったよ本当にこちらも謝る、もう申し訳なかった。それは俺たちも悪いとこあったよ、うん、僕らが2017年出たせいで、うん、和牛さんが優勝できなかったのは申し訳なかったよ。悪かったあの時はな、うんうん、俺たちが変な風にさした。じゃあ2017 全部俺らのせい、うん、被るよ。じゃあもう申し訳ない、こうなってきたら、うん、そういいですよ本当に、もういいヘイト水でいいですよ、うん、はい、じゃあ俺らはそれもう、はい、和牛が解散したの、はい、もうだからその一線も叩いてください僕たち、炎上させてください僕ら、カカシです俺らも、うん、叩いもう棒人間になるからもう叩け、何言ってもいいです、いい本当に、うん、もう僕らがその解散するように持っていったみたいなのとか嘘でも言っていいですもう、うん、はい、しょうがないから、それでみんなの気持ちが晴れるんであれば、はい、サンドバッグになりますよ、サンドバッグですよ、うん、なぜなら僕たちはあなたたちも笑顔にしたいからです、したいからです、それはな本当にそういうことなんです、うん、はい、それこそあれでは、お前がなんか地方かどっかのライブ遅刻した時かな、はいはいはい、寝過ごした時かな、越後湯沢まで行っちゃった、あ、そうだった、越後湯沢だ、
どこだっけ、栃木かなんかで降りなきゃいけないのに越後湯沢まで行っちゃって、あの寄席で村上が来なくて、うん、俺が一人だった時にどうしようどうしようって言ってたら、はいはいはい、一緒に川西が一緒に漫才やってくれたんですよ、うん、俺と一緒に。いや本当にありがとうございました。釣り川やってかな、釣り川だったかな、やってくれて、うん、大盛り上がりで、ありがとうございます、うん、ねえ、そうです、ああいう俺らのつながりもあるわけですから。そう、俺たちは本当に、それこそ2017のさ、あの M1 の終わった後にさ、僕らすごいこのへこんでてさ、うん、いや水田さんと喋っててさ、なんかこの、うん、いやーマジカルラブリーめっちゃ俺怖いと思ってたんやけどな、難しいなとか言ってくれたりとかね、うんうん、ライバルとして見てくれてたみたいな、うん、そういうのはね、やっぱり我々の中ではあるんですよ、その同じ業界だからね、ネガティブなことばかりね、はい、あの言わずに、僕たちと和牛さんは全然喧嘩とかしてないんですから勝手にそこで争わせようとしないでください全員が分かるんですよ、聞いたことないですよ、和牛さんが本当はむちゃくちゃ僕らのことを嫌ってる可能性もある、それはありますよ、 ありますけど、でもそんなのは僕は聞いたことないし、普通にね挨拶もしてくれるし会話もしてくれるから、そうは思ってないですけどね、嫌われてるとか、だからもう、まあね、まあ明るい話題にしましょうっていうことですよね、誰と組んでも面白くなりますからね、まあ、和牛さんやっても面白いでしょうし、いやもちろんそうですね、で和牛さんのねこの解散ってやっぱすごいこの注目度が高いですけど、結構多いんでね、うん、今解散が、多いね、まあ、ゾフィーもね、最近そうだし、安全漫才で、今年で言ったらもうね、皇帝とかでゆったり感とかも今年じゃないですか、ゆったりさんとかどうなんだろう、まあ、これお互い結構割とさ、まあ、安全漫才は別に関係ないけど、ゾフィーもなんかその相方の素行の悪さが解散の理由って、まあ表向きに結構言ってたし、俺らもそれしか知らないけどさ、でまあ今回の和牛のまあメッセージ見てる分ではまあ遅刻が原因だったみたいなことが書いてあってさ、遅刻からなんかこうそういう風に見えてしまったみたいなね。そう考えるとこのマジカルラブリーも何回かお互い遅刻はしてるわけですよ。一致してますね。そうね、お互い多分回数一緒ぐらいじゃない、多分。あなたは多分。あなたがだんだん追いついてきましたもんね。そうそう。最初お前のが多かったよね。うん、僕もちょっとぐいぐいこの攻めて追い切れなくなってきてるんだ、攻めてきてるね。そうなんですよね。うん、本当に一言もお前さ遅刻するなよって言ったこと一回もないですね。あのね、これさやっぱだからいろんなさ和牛の、はい、やつ見て、相方が遅刻してっていうのを見て、舞台の熱がみたいなね、やっぱその感覚が結構違うもんだなと思って、コンビによって、そうだね、何に遅刻してんだよって言うっていうこと、感情あるってわけじゃん、遅刻したことに関して、やっぱ僕は 村上が遅刻した時とか、もうワクワクしますもんね、やっぱね、どうなっちゃうんだってことですか。お謝るよ、おいあそれはもうお互いそれは思いますからね。 あともう、ああ怒られるぞこれって、あ、行くんだ、怒ら、あ、あや行くぞ、でしかもこっち最強状態じゃん、相方遅刻しててこっちが大御所の方に対して謝る時のこっちの強さたるや、すいませんでしょ、それ相方が、相方がすいません、相方がほんとすいませんでこっちが被ってる感じで、その君はちゃんと来て偉いなもあるし、偉いな、偉いなっていうか君は相方のまともやなみたいな、相方を背負って今謝ってるんだなっていう思われるじゃん、だからそのプラス勝ち試合、勝ち格、まあ、たまに怒られるけどね、勝ち格の謝罪みたいな、そのちゃんと来てる方も怒られたりはするけど、でも、まあ、相方に言うとけよみたいな、それでもまあ勝ち格なんだよなんか、だからもうあとはもう相方が来て、はい、謝っていてください全員にっていう、あの瞬間ね、まあだからあれなんでしょうね、そのすごくこうなんだろう、家族じゃないけどなんかこうすごいあったんだろうね、この信頼関係というか、僕らは本当にビジネスパートナーだからもう別にっていうはいっすね、まあそのそういう人なんでねみたいなもう今更もう無理なんでみたいな感じじゃないですか、直させようというか、それ本当インタビューで言われるよな、なんか、まあ、お笑いのインタビュー雑誌とかのインタビューで、まあ、解散の危機はありましたかとか、言われるし、お互いこの今年の方向性とか相談することあるんですかとか、なんでこういうどういう風なコンビ活動にしますかとか、ね、この今の漫才に至るまでにどういったやり取りがされていたんですかとか言われるけど、一回もないんでね、一回も喋ったことないです方向性について
あとそのなんか平場の出方もっとこうした方がいいんじゃないかとか、そのテレビに出るためにもっとこういうの頑張ろうぜみたいなのを話したこと本当に一度たりともないんでね、うん、ちょっともうそこがでもいいところなんじゃないですか。まあね、うん、干渉しすぎないっていうのがやっぱりその解散の危機のないっていうね、うん、ことだと思いますよ。そうです、もうだから、うん、もしね解散の危機に迫ってるコンビ、うん、トリオがいるのであれば、うん、はい、一旦この、まあ、考えてみたら、うん、すごいいい商売だと思って、はい、ビジネスだと思ってね、うんうんうん、そういうことです。5分でお金たくさんもらえるって個人個人、まずその個なんだと、まずは個人個人なんだよっていうことですよ、はい、うんうん、っていうのをね本当にお伝えしたいですね。あ、ちょっとですね、本当今日のゲストがねやっぱりもう解散心配ですよね。そう考えるとね、はい、ちょっとまあ、ゲスト東京ホテイソンなんですけども、もう解散寸前でしたっけ。解散寸前解散を止めろスペシャルですよね。そうですか。働きすぎです。一番の理由ですからね。そうです、働きすぎって解散の、はい、はい、うん、でイライラもするしね、喧嘩も相方にぶつけちゃうこともあるだろう、あるかもしれない、ということで、まあ、東京ホテイソンにそろそろ春休みを取ってもらおうという会議を行おうということですね、うん、はい、働き方改革スペシャル第2弾ということでございます。まあ、今みんなでねこのマラソンをしている状態になっていると、うん、もうゴールのないロードという名のマラソン、それただただずっと走ってる、一目もう本当にまっすぐ前だけ見てよ、本当に疲れてる、もう足もつらい、そうですよ本当に、けどももう走るしかない、走るしかない状態でございます。でもうそれと同時に誰が一番最初に休むのかっていうチキンレースにもこうなってると、なってますね。恐ろしいですよこれは、うん、自分が休むのか誰かが休むのか、体がぶっ壊れるのか、解散するのか、うん、田舎に帰るのか、うん、もうやめましょう、命がもったいない状態なんです。もったいない、あ命がもったいないですね本当に。コビーです、はい、でそうです、それです、はい、コビーです。ということで4月にニューヨークと会議しまして秋休みを取ることがこれできましたんで、この番組はもう実績がありますので、はい、今回ちょっと下の世代にもこの流れを作っていきたいということで、ホテイソンと春休みを取るための会議をします、はい、これ本当に取らせますからね、はい、休みをしっかりマネージャーさんいらっしゃってましたね、はい、はい、でも本当に Google カレンダー、 Google カレンダー見ながらやりますんで、これ春休みですよね。では スプリングバケーション、スプリングバケーション、取らせます。どうか4、5月ぐらいか。そうですね、うん、4、5月ぐらいのあたりをね、ちょっと狙おうかと。3日間、3日がいいですね。3日ね、前休んだ時ちょうど良かった感じがするね。あ、いいですね、3日間。じゃあ3日を目指します、はい、ということで皆様、メールでご参加ください。生放送でございます、受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です、X のハッシュタグはハッシュタグマジラブ ANN0 地に点々の字です、そしてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントとフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。ということで最後までお付き合いください、はい、ではここで一曲、はい、柳凪で恵みの雨。村上、飽き果てるまで狂わせつつも足りぬパーソナリティであれ。よい、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、エチエチラジオです。この時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。あ、メールですね、はい、ありがとうね、心配の声が届いてますね。 ありがとうね、いつもね、ラジオネームリオネルタッチ、はい、東京ホテイソンは間もなく解散します、うん、しないよ。メガネが突っ込む前に、うん、いやと、もう漫才が嫌、仕事が嫌と方向を上げています。マチラブさん助けてあげてください。いだ、あれ嫌だーみたいな、いやなんだ、いや、ちっちゃいだ言ってたね、あれ、いやだ言ってない、言ってない、何もかも、いやだ何もかも、ボラのなんとかみたいな、面構え、ボラの面構え、解散って言ってない、解散マナティーの尺
確かに。あんな言ってたんだ。聞こえてるかもしれません。さあ、早いです。もう働いてるじゃないですか。いや、それは、じゃあ、あ、もうこじつけがすごいわ。呼んでからね。呼んでからで、ね、働くのは。何も喋んなくていいんだよ。だって。いやいや、だって一応僕らの話題されてたから、それは一応、だから、喋った方が。自己紹介もしないってことは、誰が喋ってるか分かんないわけじゃん。ってことは、今、喋んなくても何もない。だから、評価に値しないの、今。だから、シンプルに若手なだけでした。それが、それが働きすぎ。それじゃあ今日それが全部修正されるんで、うん、今日で芸風変わると思って。そうだよ。じゃあ下手したらもう僕、いいやを言わなくなる可能性があるってことですか？全然いいや言わないです。もういいやとかそのレベルじゃないです。人が変わるってことですね。人が変わる。人が変わんだ。どっちも変わる。ね、短い方がいいんだから、まだ喋んない方が得じゃん。だって4時半には絶対に終わるんだから。すごいこと言ってますね。そういう考えで僕らまだやれてないっすよ。で4時まで黙って耐えてれば30分しか働かずに帰れたのに。いやいや、もうなんならその30分のトークされてたじゃないですか。うん、早く呼んでほしいなって言ってるションでしたよ。やばいよ。遅延行為もあれ。もうやばい。弱い話題をどんだけ伸ばせるか。遅延行為やってんだ。早く呼んでほしいなでしたから。どんだけ時計チラチラ見てる。すごいわ、もう。オープニングトークって言われてるの、一応ね。やんなきゃいけないんだから。じゃあちょっと紹介します。はい。東京ホテイソンのタケルとショウゴです。よろしくお願いします。ありがてえ、ありがてえ。まあ本当にちょっともうおかしくはなっています。いや、おかしくなってないんですよ、はい、本当に。ね、最近やす子働きすぎ問題 あるじゃないですか。はいはいはい、うん、もうやっぱり変になってます。やす子がですか？もうやす子はもう変、やす子は手遅れだった。自覚あるんですか、うん、無理してるって。いや別にその無理はしてない。僕ら全然無理してないですし、うん、やっぱ吉本さんと違ってその舞台とかがないんで、うん、だからそのマジラブさんとかに比べたら全然ね、うん、全然休んでるし。じゃあそんなわけない。じゃあ言わせてもらいます。はい、今日何時に入ったんですか？いや今日は2時2時です。はい、で今何時だと思ってるんですか？今3時40分分ぐらいです。それ何してたんですか？それもこの前におかわんがあって毎回出てたんで、うん、もしかしたら呼ばれるかもしんないっていうことで先に入っとこうっていう。うーわ、いいやみたいに、いいやみたいに、いいやみたいに、うーわって言われる。うーわ、おかわんがあるからもしかしたらなんかあるかもなって思って。もしその名前出していただいて呼ばれた時のために会社の意向、いや別にそのマネージャーと喋って、まあ、そのじゃあちょっと先に入っときましょうかっていう話です。いやにしてもさ、はい、別に近くにいりゃいいわけじゃん、はい、とかその辺の時間潰してるとかさ、はいはいはい、ここにいる時点である程度ストレスなわけでしょ。普段着慣れてないんだから。いやいや、ストレスではないですよ。ストレスではないですよ、全く。あ、そう、ストレスだよ。だって1時間40分何もせずにそこに座ってた。そうですね、1時間40分控室でずっといましたね。いや5分前でいいよ。いやそれは15時半に入ればよかったんだから。僕チラッとね楽屋見たんですけど、うん、電源のついてないスイッチをずっと動かしてました。いやいやそんなことない。ポケモンやってた。ついてたよ。ゼロの疲労が出たからやってた。村上さん、変なとこ向いて勝ち勝ち。無理くりその俺らを疲れてるみたいな感じしないでください。焦点がもう別に疲れてないですから。ずれにずれてたから焦点がもう。ずれてないです。とっくにバッテリーなくなってんのにさ。ずっとこう。お前らと同じだよ。ついてました。お前らと同じだよ。とっくにバッテリーが何動かし続けてる。もう走ってるだけ。走ってるだけの。いやそんなことないです。普通にそもそもね、ちょっとニューヨークとはちょっとマインドが違いますよね、これね。ニューヨーク前やった時は ね、はい、ニューヨークにも休み取らせようと忙しいんでね、はい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 、そしたら向こうもノリノリだったんですよ。ありがとうございます、うん、いやそうですよ、言ってくれてありがとうございますだったもん。ニューヨークはもうそれは超えちゃったんだ、うん、いや超えちゃってる。いやだから、あ、全部そう取られるんだ。なるほど、全部そう取られるんだな。っていうか、なんで来たの今日。呼んでいただいたから。いやその、はい、呼んでいただいたっていうか、別に来ると思って呼んでないし。どういうことすか。やばいよこれ。嬉しかったですよ、オファーがあった時は。いや来ますよ、それは。もうロボみたいになってんじゃん。嬉しかったですよ、オファーがあった時は。いや全部そう取るわ。やばいわ。ロボだもん。じゃじゃそんちゃじゃ。働きますよ。働きすぎてないし。ぶっ壊れちまうよ。じゃじゃそれだってね、筋肉でね。筋肉仲間で。筋肉先輩でもあるわけだし。ちょっとお世話になってるから。筋肉先輩でもあるんだ。筋肉トークでもあるわけだ。筋肉トークが。筋肉トークでもしたいなとか。思いつつやってきたんですよ。もっとそれはできる時間あるんや。こんな3時とか夜中にする話題じゃない。
筋肉トークなんか。いやいやいや、筋肉トークはない。ないじゃないですか。寝た方がいい。今日はないです。寝た方がいいよ。いや、寝た方がよくない。筋肉のためにも寝た方がいいんだから。もうそれは、声ももうやってんじゃん。だけど声、その確かにその声も使いすぎてもうおかしくなってん、喉は。それ確かにちょっと喉は、まあね、ほら助けてって言ってんじゃん、喉が。言ってないですよ。もうやめてって聞こえるよ僕には。いや言ってないですし、確かに年末っていうのもあって、やっぱその僕声張るので、いいやとかで、それでまあちょっと飛ばしがちではあるんですけど。だからお前たちはその状態で言ったらいずれぶっ壊れる、もうそれはもう断言する。だからもう今日全部変える。その全部変えるってどういうことですか。そのいや別に僕らはもうこのまんまあと 5,6 年は走り続けたいですよ。やばいって、ね、やばいって死ぬって。死ぬ全然。吉本さんの方がちょっと待って、ちょっと待って、血吐いたじゃん。血吐いてない。その咳は怖いぞ。血出たわ。その咳は怖いぞ。普通に今ちょっとね、喉があれだ。その咳は怖いんだよ。血吐くのは違う。いや血吐いてないんですって。ねじ曲げないでください。ないお互いにさ、今相方疲れてるなって思う時ない？あ、いや番組とか出てたりとかしてさ、まあ単独が2ヶ月後3ヶ月後なんで、まあ、ネタ書くのがしんどいとか、あと宿題が多い、年末なんで多くて見なくちゃいけないものとか YouTube もやってるし、やってるし、それはしんどさはありますし、タケルの場合で言ったらもう喉、まあ喉ね、体力的な問題は感じてて。ショーゴとしてはさ、はい、最優先何をしたい？その今筋トレしてるし、はい、仕事もしてるしってあるけども、はい、その筋トレする時間取れてるの？まずだからもう取れないんで、朝4時に起きてトレーニングして、仕事合わせでトレーニング、トレーニングしないともうやってらん、ね、夜仕事終わってから筋トレは結構辛いんで、まあ、遅い時もあるし4時起き、はい、4時起き筋トレして、筋トレして筋トレしてるのにどんどん弱っていってるんでしょ。だから弱っていって、じゃあ別に弱ってないですって。そのどんどん弱くなっていってるよ。まあまあ、でもまあ筋トレが一個いい、それこそ筋トレが精神安定剤というか、いいじゃないか。もうなんで保ててる忙しさの辛さとかをあるんですか、そういうことは。筋トレがその精神安定につながって、その、むちゃくちゃ忙しい中でも筋トレをしたらこの大丈夫になるっていうパターンはあるんですか。寝た方がいいですよ。いや当然そうですよ、ね、和田さん。いやそうなの、体を使ってる、蓄積するんで。そりゃそうですよね。これ何時に寝て、4時に起きるんですか。まあ、12時か1時ぐらいに寝て3時間4時間睡眠で筋トレして、やばいじゃん。それは成果が出ない。まずトレーニングの、あ、これは筋肉先輩としてのアドバイスよ。睡眠時間イコールトレーニングした後の筋肉の修正時間でもあるわけだから、それが取れてないわけだから。いやでも皆さんご存知、真夜中のチャンピオン田代誠さんは、やっぱ田代誠さんの話はいいって。野田さんしましょうよ。真夜中のチャンピオン田代、野田さん、野田さんしましょうよ。いいよミスターパーフェクト。何、真夜中のチャンピオン、何が真夜中、誰に憧れてんだお前は。田代誠さんっていうゴールドジムのすごく偉い人がいて、その人はもう忙しすぎて3時間しか睡眠時間取れなかった、それでもチャンピオンになれた、ね、それを信じて俺はやってる。いい、そういう系の逸話全部もうその誇張されてるから絶対。そうなんすか。多分どうせ年に 2,3 回それしたことを言ってるだけ。そんなわけないわ。さんのクロワッサンで痩せたとかも全部ね、それ嘘なんだ。そういう日もあった、そういう日もあっただけ、あったってだけなんです。基本7時間はね、7時間寝てる。ショーは基本的に多分信じてますよ。信じてますよ。いい、その逸話を信じるからみんなおかしくなってくるのよ、基本は。ちゃんと寝てた方がいい、絶対寝た方がいい、寝た方がいい。ダメなんだ、ショーゴの筋トレの仕方はダメなんだ、まあ、休みは絶対あった方がいいから。じゃあそのでも休みがあった方がいい仕事ができそうだなっていう感覚はまだ残ってるかな、はい、あ、そのパフォーマンス的な話。そうでも意外とその仕事が続いてた時の方がなんか頭回って、はい、声張りすぎ、確かに。いやそれ言われたらですよ、喉がさ、いやそう、じゃだってマジラブさんのオールナイトニッポン来させてもらってて、そんなことはないですよ。こっちこのぐらいの感じで喋ってたから、そのオープニングのテンション低いなと思いましたよ。そのもうヘッドホンから血出たりするから、うるさすぎて、俺の声がでかすぎて、そう、こんなやつね、いやそりゃ出しますよ、声ぐらい。見て思うの、みんな省エネでやってんだから。いやみんな正気がないですよね。見て思うの、なんでこの正気がない。正気がない。目が生きてる人が一人もいないっていうのは確かに思います。スリープモード。なんでこんなに正気がないんですか。本当にその外、本当になんか俺も本当にびっくりするんですよ。そのなんか死人がみんなでミキサーを叩いてたりとか。なんか脳波調べたら寝てると思う。
休みながら仕事しちゃう。いやマジでそうなんですよ本当に、はい、みんな正規がないから。なんかそので結構去年先週もあのちゃんのオールナイトニッポンにちょっとだけ出させてもらったみたいなのしたんですけど、その今まで出させてもらったオールナイトニッポンで一番死人が多いという、うん、そのなんかもっとそのブースの外ってなんかこうさ面白いなそのトークみたいな、若い女の子が喋ってたらそれはそうもしたいだろうと、レクターさんとかもう立ち上がってなんか言ってるみたいなイメージですけど、見たことですそんなの。目見たことない。あんな目が開いてない人あんな目あります。本当にもうあの状態ひどいでしょあれ。もう見た目が、あとやっぱもうお互いもうお互いがキモいと思ってるからギクシャクしてるのよ。だからお互いが高め合える中になってない。こっちもキメえなと思ってる。向こうもキモいと思ってるのよ。なるほど、互いに思い合ってるから。またつまんねえ話してる。また同じつまんねえ話してる。いつまで毎回同じ話してんだよ。やめましょうよそんなの。イライラの それは確かに真面目な話、ちょっと休んだ方がいいかもしれない。僕らは僕らも今休めてるんでこの状態も、うん、なんとか長く続くためにもラジオはね休みつつ喋ってる。そうそう、だから本当に伸ばしてるよ。それを目に伏せてほしいわけ、うん、いやちょっとまだ僕らにはちょっと早いかなって思っちゃって。行ったとこ全力で何年目ですかあなたたちは。僕ら9年目です、ね、いや早くないよ。いいよちょうどだよもう。でまあ年が28、29なんで、28、29なんで走れるっす、まだ。もう30じゃねえかもう。いやでも走れるですよ。走れるですよ。おかしいじゃん。自分で分かるじゃん。なんか日本語は忘れないで日本語を忘れちゃう時はあるんですけど。それは休もうよだけど。日本語は忘れないで。職業じゃん俺たちの。日本語扱う職業で。それされたら今のでバレた。まあまあ日本語だけは忘れないでくれ。でそういう時もあるんですけど。悲鳴がね。そうだよ。もうタケルはやっぱもう喉がずっとやっぱ調子悪いから今日。いやまあちょっとまあ確かに最近ここ1週間とか良くないことは続いてるかもしれない。いやだからあのね潰し声をするじゃないですかツッコミで。そうですね、潰し声、いいやっすね、いいやって。それと本当にいやクリオネの尺、うわこれはもうやばい。そう喋ることによって受けてると思ってるじゃん。当たり前です、もちろんです。全然普通にやってもいけるからもう。そのいいやクリオネの尺の今の声量じゃなくても普通にやっても同じ受け量ですか。いいやクリオネの尺受ける。いやそれ受けないっす。朗読劇じゃないっすか。勘弁してくださいよ。勘弁してくださいよ。試したことあんのか。俺らのネタをね朗読劇でやったらそれなんですけど。試したことあんのか。いやタイガーそれ試したことはないです、うん、もちろん。いやいける。いやクリオネの尺。うん。そのもう喉を壊そうとしなくていい。普通に。じゃあ一回やります。じゃあ、うん、マナティのボルテージ。マナティのボルテージ。うん、セルフある。俺もテンション、俺はテンション上げた方がいいですか。俺は俺でいいですか。喋んなくてもいいかもしれないけどね。ショーが今からショートコントでお届けしようとしたんですけど、ショーがもう喋んなくて。喋んなくてもいいの。ショーがに関してはもう喋んなくてもいい。じゃあショートコント水族館でショーが喋らなくて、俺が突っ込めばいい。もう何もしてないショーを見て。見て突っ込むんですか。マラケのボルテージ。やってみて。ちょっと。ショートコント水族館。いや、マナティのボルテージ。いやこれどこがいいんですか。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。怖いですよ自分。それを突っ込みで聞くことによって想像力が湧くから。めちゃくちゃ面白い。何をしたんだろうっていう。その壊れてる人からのアドバイスなんです。壊れちゃう。僕たちは壊れてないから。壊れ切ったやつ。今の方が面白い。壊れ切ったやつなんで。あれを3つぐらい間を空けながら壊れてます。言ってたら終わるからネタ。ちょっと見やすい。全然見やすくなった。壊れてるわ。壊れてるの。CM あげたらもう本格的に日にちを探ります。はい。はい。撮ります。
あんなにすごいものを見たのは初めてなのさ。あんなに丸いものを見たのは初めてなのさ。俺はあんなに丸くて巨大なものを見たのは初めてなのさ。俺はどうしてこんなに丸いものを見て、あんなに丸いものを見て初めてさ。あんなに丸いものを見た時にあんなのは初めてさ。俺はあんなに巨大なものを見たのは初めてだけど、すごい初めてなのさ。そういえば昔マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。この番組はライブ配信アプリの17でもスタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。誰でも簡単に無料で見ることができますので、ぜひ17でもお楽しみください。399はないのか。単独ライブ、単独ライブ、楽しい単独ライブ、ようこそようこそおいでくださいました。単独ライブ、単独ライブ、大人も子供も楽しんでいただける構成になっている。単独ライブ、単独ライブ。野田さん、あんた今までどこで何してたんだよ。 M1 ファイナリスト、もう頭をひねり潰しました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。この時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ちょっとすごいですねこのラジオは ね、はい、ねえ、ゲスト東京ホテイソン、ありがとうございます、お願いします。お願いします、はい、メールです。ありがとうございます、ラジオネームアンダーライス、アンダーライス、タケルさんは去年の単独ライブ、働きすぎだろ。アンダーライス、はいじゃない、働きすぎ、働きすぎ、全部ダメなんですか、全部ダメなんだ、餅つきじゃん。これは時間かかるな。何がダメなんですか。いや、ちゃんとだって、これはまずいわ、凝り固まってる、間に合うこと、いいことじゃん。メールです、ラジオネームアンダーライス、タケルさんは去年の単独ライブでいやツッコミをやりすぎて脱臼してました。まずは3ヶ月はいいやを封印してほしいです。どういうことですか。単独ライブをというか、まあ、全国8都市ぐらい回らせていただいたんですけど、今年もやって去年もやったんですけど、去年の初演の、東京公演の時に、その初めて1日でこのいいやの、この僕左手上げるんですけど、いいやのこのポーズ1日で初めて70回ぐらいしたら、70回肩外れまして、そう、どこ、どういう、このいいやのこのポージングの時に、動くから、動くからですね、動くから、あれもだからもっと省エネでもいい、めっちゃ力入れてんのこっちの手って、いいやでも満振りですね、まあ確かに言われてみたら、まあ、思いっきりいいやでいくんで、迫力を出すために、なるほどね、どっちを残したいの、じゃあどっちかにして、いいやを残したいか、はい、いいやの後の言葉を残したいか、もうどっちかにして、そりゃ言葉でしょ絶対。そのいいやだけで突っ込んでるやつ意味、それだって言葉に決まっちゃって、いいやじゃいいやかね、マナティのボルテージっていうこのワードが面白いわけなんで、ダメージだから、ダメ、いやダメ、されたじゃん、いやもなし、ダメダメ、いやダメ、和風なトムブラウンだね、和風になったトムブラウン、マナティのボルテージじゃねえかは、ダメ、いやそれ普通なツッコミじゃないですか。いやだから一応この節回しで、どれが受けてんのこれ、東京ホテイソンが一番受けてるのはどれ、いや一番受けてるのは、いやマナティのボルテージ、それをもっとさ、この細分化して、受けてるものだけ残そうよ、
いやだ、まあ、ガラガラの漢字が出てるのか、はい、ワード自体が出てるのか、それはどうなの。まあでもいい、まあでも本当さ、言い方プラスフレーズで、いやでもこの全てよ、全てなんで、一回そのガラガラ細分化していい、俺そういうの好きなんだよ、はい、だから一回そのガラガラだけもらっていい、そのうわーっつか、そう置いた後にうん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 、ショートコント水族館、うわめちゃくちゃ珍しい魚いたよ、見てみて、何ほらえほらえアジ、これ面白いじゃん、これ面白いじゃん、ガラガラがいいかもしれないとか、なんでこれ何なんですか、それワードだけ紹介だよ、もう一回ワード、まあワード次はガラガラなしでワードドミノ、クリアで、クリアに、クリアガラガラなし、ショートコント水族館、めちゃくちゃ珍しい魚いたよ、え何何見てみて、ほらえほらアジ、マナティのボルテージ、確かにガラガラの面白いな、動きは動きあと細分解消、動きのみ動きのみ動きのみ、うん、動きのみ、ちょっとラジオ申し訳ない、動きのみ、マイクラジオではちょっと申し訳ないけど、近づいてシュッスって、はい、ショートコント水族館、うわめちゃくちゃ珍しい魚いたよ、見て、え何何見てみて、ほらほらえアジ、これラジオもいいし、面白いね、動きとガラガラか、動きとガラガラだわ、動きとガラガラだわ、ワードはまだ動きとガラガラ、動きとガラガラ、フレーズいらないわ、フレーズなし、フレーズなし、フレーズはノイズだ、フレーズノイズ、ショートコント水族館、めちゃくちゃめちゃ魚いた、見てて、え何何、ほらほらアジ、あ、できたできた、めちゃくちゃいいね、怪物の漫才できたできたわこれだ、まあ、3つ連続で見てみる、あ3つ連続で、これ嬉しいな、あだからまあショートコントで、うん、あのまあ漫才でいこうか、水族館の漫才、水族館漫才、うん、いけるやつ、見やすいもんな、はい、どうも東京亭さんです、お願いします、これね、やってみたいシーンがあってね、水族館デートのシーン、あ水族館デートな、女の子やってくれ、オッケーオッケー、待って、めちゃくちゃ珍しい魚いたよ、え何見てみて、ほらほらアジ、うぅダメじゃねえか、違う、ああこっち珍しい、シーラカンスいるよ、シーラカンス、うわ初めて見た、すごいね、うぅ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 うピラニア、うわぁ、うぅぅぅちょっと待ってください、ちょっと待ってください、めっちゃ気になるって、気になるでしょ、もう M1 これだったらまあじゃあ M1 こんなんでもう順々通れないって、勝てなかった、2020俺ら負けてた、2020、これはもうすごい、2020一緒に出させていただきます、これやられてたらきつかったかも、これかな何点つけるんですか、みんなにこれじゃあ、野田さんどうなんですか、マジでそのじゃあ 俺がこれで R1 なんか一人で、そのなんかフリップに対して俺がって突っ込みしたら何点つけるんですか、俺が見るとこまでは来ないよ多分、じゃないですか、そうじゃないですか、なんだよでしょうよ、じゃあそうじゃないですか、ダメなの、ね、ここだけか、そりゃいかないっすよ、ここだけか、面白い、1回戦で落ちるもん、そんなのやめてよ、もうそれちょっと全力でやりすぎだし、あともう今もいや全力でやるでしょ、先輩にやってくださいって言われたら疲れちゃうよ、それはガラガラこそ、うん、ちょっと休みをもうちょっとしっかりこれは決めたいですもん、だからいやそれやらないと時間なくなっちゃうから、お二人が休みたいんですよね、私たちは休みたい、俺らも休むし、東京ホテイストも休もうよ、うん、うん、はい、じゃ実際それどうなん、休みはどうなん、どんぐらいあんの、だからもうなんかそんなやったら俺、うん、正月も休みいただきますし、はい、そうですよ、はい、どっから うん、どのぐらいでも、2日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 じゃん、足らないじゃん、全然足らないややす、うん、だって出演本数ランキングがそもそも8位と10位になってる、464だよ、タケルはからくりがある、だからてか正月の休みは当たり前なんだよ、だ全員休んでんじゃん、あまあ確かに、まあ、それをなんかもういただきますみたいなその感じももう変というか、当然の休みだから、そうそう、まあ、私社会人はそうですね、うん、そうそう、正月はもう正月と新婚旅行はもうそれは休みでいいんです、うん、それはもう当然の権利、うん、もう当たり前なんです、当たり前、ちょっとそこの脳みその回路はちょっとバグってたかもしれないですね、うん、その事務所の方がね、いや正月ぐらいはもう休みあげるよって言ったのかも分からないけども、はいはいはい、それおかしいです、そんなのは、
まあまあ確かに、ね、当然休んでいいんですよ。それは当然の権利かもしれないですね、うん、でそのもう9年もやってるわけですから、はい、俺はもうちゃんとその実家とかにも帰った方がいいしね、ちゃんと、うん、確かにそれ帰りたいですね、うん、そうだには、うん、それはもうその人生の中での、その大事なことだから、うんうんうん、はい、うん、そのさ、今そのタケルのツッコミが変わったわけじゃない、はい、変わりました、うん、変わりました。多分あれもうね、なんかサンプラーとかでもいいわけになってくるけど、あれね、俺も必要ないってことですか、うん、なるほどね。だあの翔吾がそのサンプラーだ、キツネみたいに MD みたいなの持ってっ て、うん、サンプラー持ってタケルがいない、いなくなる。だ一回喉がやってるから、確かにあの来年はちょっと休ませる意味合いも込めて、じゃ半分はサンプラーにしようよ、もうあ、違う、今オンリーで撮っといて、うん、ちょっと流せるようにしてきます。水の突っ込みでいくんですか。サンプラーこそ普通にフレーズ入ってた方がいいんじゃないですか。確かに、うん、マナティーのボルテージとかサンプラーでそのオンリーで撮るときに疲れちゃう。あ、それます。じゃあちょっと、ああ、だけもらう、はい、そうですね。オッケー、何の時間ですか。その俺のこの意味の分かんないの撮る時間って何なんですか。そのいいとこで流してもらえるから、それはもう、うん、これもう流せるんですか、もう、うん、じゃあちょっと、はい、もうショーを一人で一人で、うん、一人で今の水族館をやるってやれるんじゃない、水族館、はい、うん、じゃあショートコント水族館、うんうん、うわ、めちゃくちゃ珍しい魚いたよ、見てみて、ほらほら、アジ休めてる、休めてる、なんでこれオンリーで撮って流す必要があるんですか。休めてるんだ、ね、休めてるけど、うん、あ、そうか、あ、うん、あそこにシーラカンスいるね、うん、でも全然俺は好きじゃないや。ここなんて言ってるんだろう。本当ボラの面構え、ボラの面構え、ボラの面構えって言ってるんですけど、うん、ラスト、うわ、あそこにさピラニアいるじゃん、うん、ピラニアって言ってよ、うん、うん、向けて向けて、うわ、エロいねこれなんて言ってんの。これはあのチンアナゴのノリ。ほらほらほら、聞いた方が笑ってるじゃないですか。ほらワードっけ、ほらほら今今ほらほら今分かった、やっぱりこれ答え、ワードがないと、ほらワードあった方が笑ってるじゃないですか。二度おいしいって、二度おいしいってわけよ。後で調べたら、調べて面白い。それがダメだ、一発で分かってもらわないと。調べ漫才、調べ漫才、逃げてるだけですよ、それ。いやほら、だって言った方が笑ってくれたじゃないですか。タケルは、いや、そうだって、よくない。そうなってくると、ショーゴは辛くなってくるか。ショーゴなんか、そのショーゴもいけるか、なんか。俺もサンプラーってことですか。いや、まあ、サンプラー。だからちょっとショーゴも声出しすぎってことですか。ショーゴも頑張りすぎだもんな。いやいや、全然俺の。ショーゴが普通にいて、手上げたらさっきのが流れるでいいんじゃないの。え普通にで、ショートえ、出てきて。ショートコント水族館、うん、ショートコント水族館だけもらっていい、うん、あ、はい、え、はい、一応一応、はい、はい、はい、うん、ショートコント水族館、水族館だけもらっていいって言いましたね、うん、はい、じゃあいきますよ、はい、ショートコント水族館、はい、うん、でこれであとはまあもうタケルの3回参拝し、うん、いやいや、そのショートコント、ショートコント水族館で一回並び、あとはやってみなきゃ、やってみなきゃ分かんないだろ、そんなの。え、いや、それは無限の話分かんないよ。こんな、こんなもん。一回やってみなきゃ分かんないから。これなのか、答え、俺たちの答え。これで休めんだったら、それは十分だろう、はい、まあ、じゃあ、間、ま、はじゃあ、あなたでいいですか、野田さんで。そうですね。じゃあ、僕が相手出すんで。じゃあ、はい、どうも、東京テーションですぐらいはあってもいいよね、さすがに。そう、はい。はい、どうも東京テイソンです、はい、どうも東京テイソンです、でショートコント水族館であっちが流して、うん、あ、3回で3回ツッコミが出てくる、3回ですね、ツッコミは、うん、とりあえずは休めるよな、休みをしますよ、その休みを軸に考えすぎなんですよ、その休みはできるんですけど、その仕事が減る、仕事が減るんですよ、何もなくなります、仕事が、そうか、そうでしょ、本家との違いが分からん、俺はもう、え、じゃあもうなんで審査員とかしてるんですか、俺もあんま内容とか聞いてないから、これえ、だって行かなくても良くなるかもしれないし、ね、ピンとこない、最高、一番いつもピンとこないもん、俺らの漫才タケルのツッコミとか何のこと言ってんだろうと思って、むちゃくちゃじゃないですか、でもうわだったら分かるってこと、うわだったら面白い声だなって、の方が面白い声だな最終的にはもうね、体は行かなくても良くなるかもしれないからね、そう、体なしで行きたいんだよね、もうパネル、パネルかなんか事務所から送って置いとけば、うん、それで、で音をはめるだけで、うん、
パネルか、まあ、まあ、まあ、ビルみたいな感じ、ね、それだったらね、うん、本当にそれがこれ次流すやつが良かったなれば、うん、そうなるなら嬉しいですよ、うん、東京ホテイソンに似てる人とかいないの、なんかそっくりな人とか、見た目ですか、見た目、まあ、うちの事務所に俺はそのダブルグッチの水口ってやつがいるんです、ダブルグッチの水口、そいつはめちゃくちゃ似てますね、じゃあ水口でいいか、水口か、うん、じゃあ水口とあと誰誰いる、だよく久保田正孝さんに似てる、似てるって言われてちょっとおかしいだろ、え、久保田、水口と久保田あのサンプラーサンプラー久保田さんも忙しいです、めちゃくちゃ俺らより忙しい、ホテイソンの方が忙しい、それはそれはもうしょういけたみたいだから、じゃあ一回、じゃあもう、はい、まだ最初はね、じゃあはいどうもだけ、はい、水口と久保田さんが今出てる状態ね、はい、出てる状態で、はい、はいどうも、はい、はいどうも、東京テイソンです、お願いします、まずショートコントがあるんですね、まずショートコント何々で、ですね、セットですね、だからね、こんな感じなんですよそれはスタッフさんと意思疎通取れない、それはスタッフさんも笑わない、笑わないです、聞いてないから、そら、だもうちょっとあのやっていけば、これもう繋げちゃえばもうそんなミスは起こらない、繋げちゃえば最後は繋げちゃえばいいから、その音は、うん、じゃあやりましょう、はい、うん、どうもどうも、東京テイソンです、お願いします、ショートコント水族館、ショートコント水族館みんな寝ましょう、みんな寝ましょう、みんなでみんなで休み取りましょう、みんなで答え出たでしょ、もうこれみんなで取りましょう、そのスタッフさんも含めて、あ、ちょっとごめんなさい、もう僕らもなんかあーだこーだ言いましたけど、みんなで休みましょう、休みすぎたぼーっとしちゃってんな、頭ぼーっとしちゃってこんなに意思疎通が取れないんですね、うまくいかないボタン2個ですよ、多分水族館とだけですよ、もう 1,2 年ぐらいやってますからね、もうこれできないスタッフもう他にいないですこんなの2個しかないですもんね、2個ボタンだけ、1回ショートコント水族館流して、あと3回うーん流してくるの、これだこれは怖いですよ、こっちでもう合図も出してるわけですから、もう休みましょう、もう本当に押すだけ、これはすごい、今のすごい、決めましょう、これは確かにみんなで休む日にちを決めましょう、皆さんも休みましょう、まあ、なんか休んだ方がいいな、これはじゃあ、まあ、これでまあとにかくもうしんどいってのは分かった、もう東京ホテイソンが、つらい、つらい、わかりました、休みを取ります、春休みです、春休みです、スケジュール見てください、ありますか、僕らは4月5月あと6月、マネージャー両国も来てます、今日は、はい、あ、すごい、はい、そちらのマネージャーさんも来てる、来てます、来てます、2024年の4月、マネージャーさんの名前なんていうの、大家さんです、大家さん、はい、大家さんもじゃあ、え、そのなんかあれなの、スケジュールの管理は Google カレンダーとか、 Google カレンダーです、はい、あ、じゃあそれでもうじゃあやってもらえるね、同期みたいな、はい、もうでも基本的に我々はその直前に仕事が入るっていうのが多いんで、うん、そこ 3日前とかだから全然もう今抑えちゃえばいい、抑えちゃえば、はい、でもあのゴールデンウィークは避けたいじゃん、もちろんです、そうですね、で、できれば、うん、単独が、はい、全国ツアーが4月の28に終わるんですね、うん、28に終わる、それ以降がいい、それ以降だと嬉しいよね、うん、あ、じゃあまあそうだね、そうっすね、じゃあ5月の半ば以降ぐらい、あ、めちゃくちゃ嬉しいです、嬉しいですね、じゃあ、この辺は結構我々もいけそうだけどね、え、その1日休みとかぐらいはあんの、1日休みとかはあります、たまに入ってくる、たまにはある、はい、でも連休っていうのはもう本当に取らないとないですね、なんかあ、こっち先に出します、な、はい、いつがいいかとか、はい、まあ、何中ぐらいって俺らも別にそんなレギュラーとかあるわけじゃないから、13、14、15とかどうですか、13がねちょっとあれだね、14、15、16とかどうですか、ちょっと16がねこれなんだよね、あ、そう、あ、そうか、木曜日なんだよ、17はラビット入ってるから厳しいな、明日ラビットなんでしょ、そうそう、明日っていうか、はい、今からでしょ、この3時間後、3時間後に、はい、そうだよね、うん、はい、だから来てる場合じゃなかったの本当はね、それがもうおかしいのよ、うんあとそのあとこれがなきゃ連休だったんでしょ、そうですね、そうですね、それも聞いたずれてるよもう、いや、それいただいてほしい、平田さんのラジオ出れるんだったら来ますよ、昨日が休みだったってこと、昨日も一応休みで、今日も、まあ、YouTube 撮ったりとかはしてましたけど、あ、それ休みじゃないよ、何言ってんだよバカがずれてる君たちはずれてる、 YouTube も仕事なんだからちゃんと、まあ確かにお仕事として、まあ、でもまあ自分たちだけでやってるっていうのは、土日じゃない方がいいの、
日ぐらいは全然入っても、うん、なんか土日だとちょっと混んでるの嫌だなっていうのでね。なるほどね。せっかく休みならばね、はいはいはい、そうですね。20、そうだね、水曜日もね無理なんだよね。だからその19、20、21とかは19、20、21、21が僕らレギュラーなんですよ、ね、入ってます。なるほどね。意外に噛み合わんな確かに意外と噛み合わないですね。噛み合わないの俺なんですよ。俺むずいぞ。 あれ日月間はどうですか。26、27、28っていうの。27がねあれなんだよね。レギュラーロケ愛知県無理だよね。ああ、そうか、無理ですよ。これやっぱ無理なんですね。土日になっちゃうよ。まあでも土日かけますか、そしたら。金曜でしょ。金曜です。金曜に仕事があるんだよね。これ金曜の朝ラビット終えるっていうのを1日っていうカウントはやっぱりありえないですか。当たり前だろどうなってんだよ感覚が。でも10時に終わりますよ。意味がわかんない。早起きしちゃってんじゃん。もし寝たい日だったらどうすんだよ。なるほど。そうか、早起きしなきゃいけないじゃん。あと今こうやって広報日を出してること自体もあんま俺は嫌だね。その仕事入れられるから、あ休みじゃん休みじゃん休みなのね今ってなって、現状ね結構遠くの話ですからね、これね。現状入れられるじゃん、そういうのがある、入れれるじゃんってなるから。でもねちょっとじゃあに多分金無理で僕ら水木無理だ、金カーがちょっと厳しいんですよね。だカー水木金が無理じゃん。火水木金が無理なんだから土日月しかない。3日無理なの。だから土日月しかない。マジで。6月1、2、3どうすか。いいよ。6月2が6ね。6月1、2、3いいんじゃない。あちょうどいいっす。現状ないよ。どっか。じゃあ6月1、2、3。6月1、2、3。いけますか。丸ください。あ、よー。いやー、これは嬉しい。これは嬉しい。6月1、2、3決まりました。これは、ラジオの企画でやっておる、ことでございますから、仕事みたいな休みです。これやだ、これマジでその僕ら、うん、休みくださいって言っても2日までしかもらえたことがなくて、はい、3連休とか。ダンスの時間、ダンスの時間、ダンスの時間が始まり、ダンスの時間が始まるぜ。こんなに今夜はダンスの時間の始まり、今宵はあの街へ出かける、そして地下室に潜り込み、みんなが騒いでいる、そしてあの音楽がいつものあの音楽が流れている、そして俺たちはまた陽気に明日のことも考えず、あのダンスを踊るというのさ。そしてミラーボールのミラーボールを見ながらダンスを踊る。そしてまたいつものあいつが一人 目立つダンス経験のあるやつがすごい踊っている。そしてダンス経験のあるあいつはすごい周りよりも絶対ダンス経験あるなっていう感じで踊る。周りはすごいあいつ絶対ダンス経験あるんだろうなって思いながらすごい見ている。ダンスを踊っている。周りはダンスを踊っている、でもあいつだけはもうダンスじゃない、もうスポーツとかの方だから、ちょっとそういうことじゃなくてくる。ダンスの時間、ダンスの時間、ダンスの時間が始まり、ダンスの時間が始まるぜ。こんなに今夜はダンスの時間の始まり、今宵はあの街へ出かける、そして地下室に潜り込み、みんなが騒いでいる、そしてあの音楽がいつものあの音楽が流れている、そして俺たちはああ、オーロラだ。綺麗だな。オーロラだ。じゃあ、犬ぞりで帰ろう。犬ぞりだ。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。俺の話を聞いて
ソードを聞いておくれよ。先日祭りに行った時にヤンキーの集団に囲まれて、マジでピンチさ、俺はピンチさ、ピンチさ、本当にピンチさ、やばいぜ、こんなにヤンキーに囲まれたぜ、やべえぜ、ヤンキーは怖いんだぜ。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。そして17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧くださいねっていうことですねって、はい、カレンダーに入りました。私たちは入ってました、はい、あなたたちはどうですか。我々は、はい、我々はもう梅雨休みという名前で、あ、はい、1、2、3入ってます。すげー、ありがとうございます、はい、本当に皆さん本当にお付き合いいただいて申し訳ない。動向をチェックするから、その日123ツイッターとかちゃんと休んでるかどうか、休んでたら満喫してほしい、満喫してる写真ちゃんと撮るよ。123わかりました。いやこれは、ね、これはすごいな。お互いこう確認し合いたいから休んだね。最強だなこれ、メールです。ラジオネーム、はい、枝豆オニオン、たけるさんめちゃくちゃ喜んでるじゃないですか。休みたかったんだろ。超嫌なやつ、超嫌なやつ来た。もうめっちゃ嫌だこいつ、超嫌なやつ、こいつめっちゃ嫌だ。確かに嫌だーみたいなやつ、イエーイみたいなやつさ、そういや、いやそれはまあ、それは嬉しいっすね。マネージャーさんも悲しいかもしれないよ。嫌だったんだみたいな、辛かったんだって思ったよ。嫌なとこ見てるな。見てるやついるな。本音がちゃんと本音が見れた。ようやく最後の最後で。確かに。ロボットじゃないってことは分かった。いや僕らもそれ人間ですからね。休みたいだろ。はい、まあ多少の休みやっぱ欲しいね。そう。どんどん出てくるやん。うん、よかった。よかったよ、休めて。ねえ、だからそれがやっぱり休みがちょっと遠くでもあると本当ね頑張れる。確かにモチベーションになります。うん、そうなの。6月で頑張ろうって。3連休あるし、あれ何しよう、3連休何しようってなるから。確かに。すごく。いいことだらけなんですよ。これネタもね、本当ブラッシュアップできたし。いやだからそのまま、ちょっとネタに関してだけはちょっとやっぱり、いやフレーズはもういらないよ。だってそれにさ時間、うん、新ネタとかもそれに時間費やすいんですよ。いやそれだって、まあ、フレーズ作りではもう基本8割9割、うん、あそうなんだ。フレーズがあるからネタも考えなきゃいけないから、うん、っていうか今はもう適当にショートコント丸々って何でもいいから言って、はい、その後終わりよ、うん、無限よ、はい、ショートコント、お題さえあれば、はい、何でもいい、何でもいい、お題何でもいいよ、じゃあショートコント、美容院ほかほかの新ネタ、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 旧ネタだよね、いいなぁ、ショートコント、料理番組まだ言ってる、ちょっと余韻みたいのもあった。ショートコントホームセンター、新ネタだけじゃん、量産してんすごい、量産できてんの。同じことをやってるだけ、見やすいもんな、何も見やすいことないです。見やすいよ、新ネタいいな、見れた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 ってなるもんなるんだな。これでも単独もじゃあずっとこれでいいもんね。いやもうだからタイトル変わるだけで全部これでいい。毎年毎年1時間半2時間ぐらいずっとこれで、めっちゃ楽ですけどね。各所帰らないですか、お客さんは。金払ってるからもういいだろ、分かんない。帰っても金もらってるから、もらってる、金もらってるから、来年来なくなりますよ。忘れるでしょ来年にはね。じゃあマクマブイとかもこれでいい、全部マクマブイなんていらないよ。え
マクワブいらない。いらない、いらない、いらない。マジですか。無音でずっといいんだよ。ずっと何もなくていい。映像もない。V で繋ぐほどやることないじゃなくて。しかないんだもん。毎回大事だと思うけど。毎回客電つけて。もう一回終わった感出せばいいんだよ。ネタ終わるたびに。で客電落として。落としてまたネタが始まる。なんだ。4500円。俺の客電パス的に前より4500円です。喉もね気をつけてほしい。どうなんですか3連休は何やりたいの。3連休だって取ってないでしょ全然。3連休基本的にはないですね。ライフするタイプで旅行行くとか。僕は基本的にめちゃくちゃ旅行行きますね。ああ出かける。本当に神社が好きなんで。ああ神社巡りとか。神社巡り。本当に。いや本当です。案件じゃないそれ。案件じゃない。案件神社。それこそ仕事につなぎは普通に。普通にその三重行って伊勢神宮お参り行ったりとか。本当かな。行きたくもない神社のなんかご神帳みたいなやつ集めるとかそういうない。ご神は集めてますけど行きたいから行ってる。あそう。怪しいな。どうなんだ。仕事で言ったことある神社好きなんです。あお仕事をいたその雑誌の取材とかお仕事いただいたことはあります。うん。仕事だな。仕事じゃないって。ちょっと怪しいですね。神社巡り。本当にやりたいことやってほしいんだけどな。いやだからやっぱ旅行が好きなんで本当にやりたいことではない。本当にやりたいこと？それもちろん。あそうね。うん、じゃあ筋トレはダメだね。筋トレは休みだったらもう 2,3 時間思いっきりやりたいことでしょ。やりたいハードにトレーニングできますよね。筋トレのハードに筋トレをしたい。筋トレしたい休みがあるんだ。それは案件じゃないな。えきあ案件いやもう俺のしたいことですもん。案件じゃないですよ。自分の気持ちがあって。でもたまーにその筋トレしてる時に YouTube 撮ったりして、ああ撮ってますね。え休みで撮る気それ？それは結構撮れますよね。撮れますよね。休みなんだよ。休みだからダメだよ。撮っちゃ撮っちゃダメ。スーパー銭湯でいいよ前でしょ二人とも。でだらだら漫画読んで漫画読んで。だから足しになることやんないで。あえ夕方まで身になることやっちゃダメ。この旅行の話しようとかね。夕方まで寝て。だってじゃあその3連休取ってその3連休明けのこのラジオでその3連休の話はしないってこと。いやじゃあ何でしこったかとかでいいよ。じゃあどっか行って3連休でどっか行ってとか行ってみたいな話聞きたいですよ。だってここで休み取ったんだから。見たもう1回この漫画読んでさみたいのでいい。もう1回の話。そう2回目のやつ。1回目の話なんもない。見たアニメもう1回見たんだけどみたいな。もう何にも生まれてない3日間で欲しいのよ。じゃなきゃ休みじゃないじゃん。じゃあもう本当にだらけてる。休みっていうのは休み。確かにそうか。ぼーっとする。何かを見つけて旅しないでほしい。インプットしないでほしい。ああちょっと。それはちょっとずるじゃん。その3日間をインプットで使ってるってなったらもうずるじゃん。はい、休めてないじゃん。脳は動いてますね。脳動いてるじゃん。はい、もうそれはダメダメダメ。あちょっとでもそれはちょっとここで決まった休みなんでそれはちょっと従おうと思います。パチンコおすすめは。おすすめはパチンコ。いいっすね。それが休みか。一番時間経つの早い。そうだ本当に。寝て起きてパチンコ行って昼飯食ってパチンコやって帰って寝るんだよ。これだ。これが一番。これが休みなんだ。何の足しにもなんない YouTube。何の足し。いや、なんでしょ、足しに何の足しにもなんない、サビ落とすやつとかさ、見て。あ、いいっすよ、サビ落とすやつもいいし、刀のサビ落とすやつ、包丁のサビ落とすやつとか見て。そう、そんなんもいいしね。ぜひ休みを目指して頑張っていただきたい。今日は、どうするんですか、ここから。だから、まあここからもすぐ TBS 行って。もう行くのね。はい、で、ちょっと仮眠して、ラビットです。すいません。心配だな、本当に。心配。4月までも、6月まで持つのか、これ。いや、走り切ります。走り切りますよ。走り切りますよ。休むために。今んとこ正月の2連休。2連休。があるんで、それはやっぱり、それで頑張りたいですね。正月の2連休は本当休めんからな、でも。やることだらけじゃん。まあ確かにそうですね。そうね。実家行くのか分かんないけどさ、いろんなとこに挨拶行ったりとかさ。それはもう休みとは言ってないから、我々は。喉がやられてるから、まずそれをまず何とかしよう。わかりました。今日からちょっとずつ、イヤーを短くして、ダミ声をなくしていく。フラットに戻していく。ちょっとずつ。で、最終的には、ああになってくる。そこが、いきなりしたら確かにびっくりされるかもしれないから。じゃあ半年ぐらいかけて。半年間かけて、6月までにちょっとずつそうしていって、後半はもうずっとそれで。じゃあ休み明けであれになってる。なってるでいいよ。仕事中途半端な時期があるってことですよね。マナティのボルテージでもそのダミー語うわーっとハーハーハー。マナティのボルテージ調子悪い。だんだん移行していく。
一番見てられない時期はあるから。ありますよね。でもそれを超えたら覚醒するって。超えないと。ちょっと漫才も変えていくか。漫才も変えて。ちょっとこれは木に、うん、音源も持ち帰ってください。あれ。はい、練習しますちょっと。あの音源で。いやそれ楽しみ、そうなったホテイソンが M1 にチャレンジするとか本当に楽しみにしてる、はい、私たちは。筋トレできなくなったらもうマッチョスーツでもいいよ、うん、いやそれはダメですよ、マッチョキャラ気取れよ、マッチョスーツで、マッチョキャラを脱いでよ、マッチョスーツでやるの、体見してよっつって脱いでマッチョスーツでおいお前またでかくなったとか言ってたけど、お前またでかくなったよお前俺がバカでしょそれ見てマッチョスーツでかくなった腹だらだらでね、なのでまあ本当に壊れない程度で皆さんも休みください。大変な季節でございますけどもね、体に気をつけて皆さん頑張ってほしいです。はい、頑張りましょう。日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳雅彦朝ぼらけでございます。ぜひお聞きください。ということでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と野田栗と東京テイソンのタケルと翔吾でした。ありがとうね、バイバーイ、バイバーイ、はい。村上です。野田栗です。マジカルラブリーです。お願いします。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークでございます。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。何ですか。本当だ。何ですかこれ。誰もいない。AD と D がもういないですね。帰りました。あ、エンジェルより早いことある。エンジェルより早いことあるんですね。もう音しかならないです。誰が終わらせるんですか。音はなりますけど、はい、終わった場合誰がこのオフにしてくれるんですか。あの人たちがいなくても何とでもなったんですか、ね。来ましたよ。来ましたね。オフになるもんですかこれ。うん、なんか送ってたところ来て来ましたね。始まるんですね。もういなくてもね。あ、始まるもんですね。いけるんだねこれ。流れてますよこれ。これ何ですかこれ今。僕たちは何を喋ってるんですかこれ。誰のために、誰のために、誰が聞いて何をやってるんですかこれ。最悪帰ってもいいって状態なんじゃないですか。分かんない。もう自由解散ってことですか。自由解散全員全員おの、あとはおのおのでって感じですか。残れる人は残ってるじゃないこれ、もしかして今分かんないけど、じゃあもう AD は帰ったってその、俺すいません先にみたいな今この時間みんなにその役割はあるんですか、うん、仕事今みんなに今役割、仕事があるんですか。今帰ってもいいって状態の人います。だから実はいないですか。両国くんぐらいね、帰ってもいいのは、うん、みんなやっぱり忙しい。何かしら仕事があるんですよ今ね、うん、あ本当に。トゥルーマンも、トゥルーマンは帰れる、うん、いやないじゃん。じゃあ帰れるじゃん、自由参加じゃん。トゥルーマン自由参加ね。トゥルーマンしょやだよ自由参加の仕事を。あ、まあでも、ホテイソンはもうさっきにちょっともう出てもらいまして、さすがにもうさすがにアフタートークやめてくれと、ね、はい、いうことで帰ってもらいまして、見れる人はね、ラビット見てあげてほしいですね、はい、どういう感じでやっていくのかをね。野田さんもなんか今日早いんですよね。あのそうなんですよね、じゃあブレるんですけども、はい、僕も次も8時入りなんですよ、ね、どうしますか俺は。まあ、天井か。天井っすね。天井。じゃあもうずっと今日天井じゃないですか。そう、ずっと天井なんですよ。天井。まあまあ、まあ、そうですか。まあ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 、そういう日もたまにはあるということですね。また我々もまあ取れたわけですから、6月の1、2、3がね。はい。じゃあそれを楽しみにね、我々も頑張って、はい、行きましょうということでございます。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロは、毎週木曜深夜3時から17でライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ながら、オールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。ぜひご覧ください。ということで、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、村上と野田栗でした。ありがとうね。バイバイ。